ボートレース界の菅は本当に分かりやすい菅文也選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。イメージ通りでしたか？そうですね、もう自分はこれしかないんで、はい、イメージ通りました。レースご覧いただきましょう。第3レース予選競争です。進入内から枠なり3対3 1-2-3-4-5-6 です。風の吹き方はスタート展示に比べてどうでした？展示と一緒ぐらいと思って気をつけていきました。はい、用心しながらしっかりと、はい、うん、さあそしてチルト 1.5、はい、うん、もちろんこういうイメージだったんでしょうね。そうですね、はい、うん、もうこれしかないと思って、はい、朝からちょっとミーショさんにアドバイスしてもらいながら、はい、なるほど、今節は本当心強いです。スリット過ぎてからの出方っていうのはどうだったんですか？いや、もう最近の中でもすごい上位の仕上がりでした。はあ、はあ、はあ、もう狙い通り。そうですね、ほんで出足も悪くないんで。あ、そうですか。はい、はあ、いつもはもう2周目とかで抜かれたりするんですけど、はいはい、今日はいけたんでしっかりとね、はい、はい、ただ菅選手全装置でフライングなんですね。そうなんですよ、もう、はい、本当に情けない。いやいやいや、まあ、これはね仕方がないことですけど、ただ2本目はね、はい、大変でしょ、はい、もう2本目行ったら山根さんが家出ていくって言ってたんでそれはダメだ、もうそれは大変だ、はい、これは困る、うん、最後はもう家族の顔を思い浮かべながらスタート切ってました。はいはい、なるほどね、はい、さあ11レースなんですけれども、ここで絶好枠回ってきましたね。はい、そうですね、うん、まあ、でも基本は1号艇の時はもう1コース必要なんで、はい、それなりのペラにしていって、はい、まあ、しっかりで自分の行ける範囲のスタートを行って、はい、出足はしっかりしてると思うんで、うん、先に回れれば大丈夫だと思います。取り付けも変えるんでしょうか？取り付けも、はい、マイナスかゼロに下げていきます。わかりました。2本目はダメですよね？絶対一線だけは越えないように頑張ります。わかりました。連勝を目指して好レース期待しております。はい、第3レース1着菅文也選手、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。